手売り島の空中写真。この写真は髪型が北西方角である。1977年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。手売り島は北海道北西部の日本海に浮かぶ離島。ルモイ進行局管内の戸間前組羽幌町にある。 ハボロ港から3 0トル西にあり、手売島の東側に並んで浮かぶ焼きリ島と共に、ハボロ町に属している。面積5.47平方キロメートル、周囲約12キロメートル、人口は317人。島の名は、アイヌ語の手売れもしくは、チューレに由来すると言われている。海ガラスの日本における唯一の繁殖地であり、海鳥の楽園と呼ばれる。 羽ぼ町立の北海道手売高等学校があり、全国から生徒を募集し、平成28年には東京都からの生徒の受け入れをしている。島は漁業、観光が主産業である。島の医療機関としては唯一手売診療所があり、医師、看護師、事務員、各一人が常駐している。休館が発生して北海道本島の医療機関に搬送する必要がある場合は、 自衛隊や札幌市等からヘリコプターによる供与を依頼するか、海上保安庁の巡視艇によるか、島内の漁師が所有する漁船によるかのいずれかで搬送されている。島への交通機関は、羽ル港からのフェリー、高速船で宿による出迎えが名物となっている。駐在所はなく警察官は常駐していない。1808年のカラフト出兵から期間中の 1961年には、この島を舞台とした、テレビドラマ、オロロンの島が、北海道放送制作、TBS 系列、近鉄金曜劇場で放映された。また2004年には、手売り診療所を舞台とした、テレビドラマ、ジョイ、ユー・青空クリニックが、東海テレビ制作、富士テレビ系列で放映された。2011年度、全日本吹奏楽コンクール課題曲2。 天国の島は、この島を舞台にした楽曲である。島の北西海岸は、断崖が続き、海ガラスや、ウトウ、ケイマフリ、ウミウ、オオセグロカモメなどの海鳥の繁殖が確認されている。海一の繁殖地である。1938年8月8日に、デウリ島海鳥繁殖地として、国の天然記念物に、 1982年3月31日には、国指定手売り島長獣保護区に指定されている。羽幌町では、海鳥など、野生動物の保護を目的に2012年4月に、手売り島猫使用条例が施行され、野良猫の増加抑制策を進めた。殺処分は避け、飼い猫登録制の導入、野良猫への餌やりの禁止や捕獲した上での、飼い猫としての譲渡、 去勢手術で対応した。2014年に200匹以上いた野良猫はほぼいなくなり、ヒナが襲われなくなったことで2015年に約1000羽へ減った海猫が2019年は約5000羽へ回復した。海猫の巣は1987年時点の約3万カ所から2013年時点の998カ所へ激減したが、2019年には2616。 箇所に再び増えた。蒸気のような小笠原諸島の事例を参考にした猫対策だけで、なく空気銃による橋本ガラスの駆除、デコイによる海ガラスの映像地誘導といった対策も取られた。現在では緑に覆われた島となっているが、明治時代以降、入植者による乱伐、山火事の発生により、島内の森林の大半を喪失する状態にあった。 生活に必要な水資源にと欠くような状況となったため、第二次世界大戦後、北海道が地産事業により植林を開始。厳しい自然環境の下育成は困難を極めたが1980年代から1990年代にかけてようやく成果が見られるようになった。1990年8月1日には、 周辺の所管別産経や焼尻島等々と共に、所管別手売焼尻国定公園に指定されている。それまでは、北海道立の手売焼尻道立自然公園であり、同じく道立の所管別道立自然公園と統合されて、国定公園に格上げされた。手売港を起点として、半六の事情に周回する、北海道道百548号手売島線が、 島内の基幹道路となっている赤井はありがとうございます。